トップハムハット橋の鉄道にステップニーがいられる日ももうわずかになった。寂しくなるな。トップハムハット橋はそう言うと他の機関車に注意した。ここは非常に忙しい。君らには満足してるが助けも必要だ。今度ジーゼルが来るが頼むから避けてくれたまえ、その揉め事をな。ねえ、今のどういう意味だい？そのディーゼルが嫌なやつってことさ。その通りだった。ディーゼルが偉そうに見回す。まあまあか。もっとひどいやつもいるからな。少なくとも君らは清潔だ。みんなが一斉に睨んだ。トップハムハット卿も君らをスクラップにして僕のようなディーゼル車をもっと使えばいいのに。燃料は満タン、ボタンを押せばスタートだ。面倒なことは一切ない。準備にバタバタする必要もないしね。みんなは怒り狂った。翌朝彼らは電車台のそばで抗議集会を開いた。まったく面目丸つぶれだ。ほんとムカつくよ。見下げ果てたやつだ。もう我々に向かってあんな失礼なことを言うなんて。なんとか鼻を明かしてやりたいですね。でどうします？そのチャンスは思ったより早くやってきた。ディーゼルが快適な音を立てている。整備員が最後の調整をしていると突風が監督官の帽子を吹き飛ばした。ディーゼルは準備完了だ。見ててごらん。ダックにステップに僕の腕前を披露しよう。彼は得意げに客車に向かった。そしてハプニングが起きた。ディーゼルはパチパチという音を立てて止まってしまった。一方監督官は帽子を探している。怒りに震えるディーゼルをダックとステップニーが機関庫に戻した。あ、私の帽子だ。大事な帽子が通気口の中に吸い込まれてる。君の帽子はまあいい。それより出発の時間が迫ってる。ダック、お前が行ってくれ。ステップに手伝ってくれるな。ありがとうございます。最後の日に長距離を走りたかったんです。すぐに準備ができた。ゴードンが中間地点で引き継ぐ。そこまで頼むぞ。成功を祈る。ご心配なく、無事に到着しますから。それも早くね。行列は慎重にレールを進むと本線に滑り込んでいった。さあ全速力で走るぞ。こちらは OK、 いつでもどうぞ。あっという間にエドワードの駅を通過した。次はゴードンの丘だ。頂上に向かって突進する。重い客車が足手まといになった。かなりの重労働だ。やがて列車は大きな駅に向かって快適に飛ばした。よう、早いじゃないか。あのディーゼルの鼻を明かしたが。ディーゼルは吐き気がして機関庫でふて寝してるって。はっ、いい君だ。もう俺たちを時代遅れだなって言わせんぞ。翌日全員が集合してステップニーに別れを告げた。またおいでよ、僕たちの顔を見にさ。僕のブルーベル鉄道にも遊びに来てよ。いつでも大歓迎するからさ。そして彼は去っていった。一方ディーゼルは人目を盗んでさよならも言わずにこっそりと逃げ出していった。後には2つの置き土産が残された。オイルの悪臭とくしゃくしゃの帽子だ。